好きとか嫌い。ステレオドラマもっとときめきメモリアル第10話3学期第1回時突然の実習生。ねえ、いい加減教えてくれよ。いいじゃない別に。無病息災？ううん。じゃあ宝くじで1000万円当たりますように。違う。それより直人くんは何お願いしたの？俺はもちろん、俺高見直人17歳、私立きらめき高校の3年生。年が明け、俺はしおりと初詣に来ていた。お願いすることはもちろん、卒業式の日しおりが俺に告白してくれますように。高校生活も残り3ヶ月、この願いを叶えるためにも心機一転頑張るぞ。おい由美、早く来いよ。だって雪で足が滑るんだもん。やっぱりお前が晴れ着なんて無理だったんだよ。そんなことないもん。あ、直人さんだ。直人さん。あ、吉尾と由美ちゃんだ。明けましておめでとう。うわあ、しおりちゃん晴れ着似合ってるね。大人の香りにくらっときちゃう。ありがとう。由美ちゃんも可愛いよ。ふん、可愛いか。由美のやつ、さっき小学生と間違われたから気にしてんだよ。そんな風には見えないけどな。いやいやいや、しおりちゃんに比べたらこいつなんて七五三だもんな。はい、お嬢ちゃん、ちとせやめほちでちゅうか。戦わないでよ。そうだぞ、よしお、ちょっと言い過ぎなんじゃないのか。いいのいいの、本当のことなんだから。もうさっきから気にしてるのに、お兄ちゃんなんて嫌い。えい。どう、雪合戦か。お前の弾に俺様が当たるわけないだろ。俺当ててみー。なんだ、後ろから。正月から雪合戦とは元気がいいじゃないか。あ、清川さん、ちょうど体がなまってたところだから混ぜてくれよ。さらだっこ、ちょっとちょっと、清川さん、違うの、これは。そうだよ、違くて、吉尾の弱点は首筋だって。はぁ、なおと様。わかった、よし、行くよ。由美ちゃんもほら。うん、えい。やば。いった。あ、ごめんなさい。大丈夫ですか？わあ、綺麗な人。私は大丈夫。でも雪合戦やるならもう少し人のいないところでやらないとね。あ、はい。それに晴れ着もちょっと崩れてきちゃってるわよ。ほら。すいません。大丈夫ですか？晴れ着汚れてません？あの、クリーニング代ならこいつの銀行口座を教えますから、好きなだけ取っちゃってください。なんで俺なんだよ。暗証番号は秘密ですけど、これです。あ、本当だ、合ってる。ってお前、いつの間に調べたんだよ。いや、最近ちょっと貧乏してたもんでな。こういう時のためのコンビだろ。勝手にコンビにすな。面白い子。いいから気にしないで。じゃあ、やった、受けた。そんなこと喜んでどうする。俺らは駆け出しの漫才コンビか。でも綺麗な人だったわね。うん、ああいうの恋を重ねた大人の女って言うんだよな。憧れちゃうな。俺も。え、あ、いや、あの、違くて。よし、じゃあみんなでボーリングにでも行くか。おう、いいね、行こう行こう。大人の女か。行くぞ、ユミ。はーい。やっぱり変だったかな。ずいぶん久しぶりだし。ユミ、おはよう。おはよう、のりこ。わあ、髪下ろしてきたんだ。違う人みたい。本当？うん、すっごく可愛くなった。可愛いか。ありがとう。おはよう。あれ、お前ユミか？うん、おはよう、ひろしくん。髪変えたんだな。可愛いじゃん。あ、ありがとう。やっぱり可愛いか。ん？どうかしたか？なんでもない。行こう。大人の女だ。夢じゃないよな。初夢にしちゃ出来が良すぎる。というわけで、3学期の2週間だけだけど、この学校で教育実習を受けることになった。
牧口美奈と言います。よろしく。はーい、はい、はい、はーい。先生は独身ですか？いきなりの質問ね。そうよ。ほら、あなた。は、覚えててくれました。ええ、漫才師目指してる子でしょ？よく見るのは相方さんね。いや、誤解を受けているようですけど。ナオト、どうやら俺たちのことよく覚えてもらったみたいだぜ。こんな覚えられ方してどうすんだよ。こんなこと言うなよ、コンビだろ。だからコンビはやめなさい。二人はいつも賑やかみたいね。でも、授業中は静かにしてね。あ、はい。本当にすいません、もうお母ちゃん、このバカが迷惑かけました。ほら、ナオト、もっと頭下げて。あ、ごめんなさいって、お前がやれ。ナオト君から。ああ、やっぱり大人っぽくは見えないのかな。あ、向こうにいるのナオトさんたちだ。いいか、もう聞き飽きただろうが、耳の穴かっぽじってよく聞けよ。牧口美奈、21歳、身長160センチ、体重43キロ、きらびき高校出身。在学中は結構人気者だったらしいぜ。彼氏は？高校時代にはいたらしいけど、今は不明だ。そっか。ってことは、仲良くなっとけば。先生、俺、しおりとうまくやれるか心配なんです。じゃあ、私が個人授業で教えてあげる。先生、そんな。前から可愛いと思ってたのよ。先生。ナオト君。しおり。いや、しおり、大丈夫だ。俺は君一筋。本当？大人の誘惑なんかに負けるわけないじゃないか。その証拠に。ほら。ナオト君、なんじゃったか、おら。ナオト君。だあ、しおり。先生のことずいぶん真剣に聞いてたみたいね。いや、これはヨシオがどうしてもって言うから。お前も知りたいって言ったんだろうが。え、そういうこと言うなよ。コンビだろ。パクるなよ。もう。ナオト君ったら知らない。ああ、しおり。というのは嘘。でもセンター試験まであと1週間しかないのよ。大丈夫？大丈夫と言いたいけどちょっと不安かな。しおりは？私も不安だけど覚悟を決めるしかないと思う。お互い頑張りましょう。じゃあ私図書館に本返しに行ってくるね。じゃあ。じゃあ。いいな、お前は。しおりちゃんという家庭教師のおかげで成績上がって、今や彼女と同じ大学狙うまでになったもんな。お前だってまだ間に合うよ。如月さんだって待ってるぜ。おう。藤崎先輩。あら、由美ちゃん。なんで直人さんに怒んないんですか？前だったらすごい怒ってたのに。今の、見てたの？はい。なんかすっごい大人っぽいなって。そんなことないわよ。でも最近ナオト君の考えていることがわかるようになってきた気がするの。だからかな。コインのおかげですか？え？それは。そうなんですね。やっぱり。どうかしら。わかりました。どうもありがとう。受験で頭がいっぱいだった俺たちは、ユミちゃんのことなんか全然考えてなかった。そのせいかはわからないけど、次の日ユミちゃんはみんなを驚かせるような事件を起こすんだ。シリーズ構成、赤堀悟事務所、脚本花田十喜。今日のお題はですね、静岡県の、ラジオネーム風見フォーエバーラブしおりさんからいただきましたね。どうもありがとうございます。皆さん、突然小野坂さんに、今夜は月が美しい夜景の綺麗なホテルのレストランで二人っきりで食事でもどうだい、と言われたらどうしますか？
かっこもちろんホテルなので食事だけでは済まないことでしょう。ああ鬼と化した小野坂さんが目の前に浮かんできてしまう恐ろしいことだ。出演藤崎しおり、金月、もうエロトピアったらマミ、早乙女由美、よしき、クリン、大人で美人の牧口美奈、伊藤、坊や、もっと大人になってくるね、ミキ、早乙女よしお、上田、もっとときめき妙に、やめた、ユージ、清川のぞみ、佐々木、夜明けのコーヒーまで付き合ってくれるのかな、あやこ、ひろし、ほし、もうわけわかんないのでもう何でもしちゃってください、総一郎。いいのかそういうことで。のりこ、菊池、もう誘われて、もう襲われちゃったんですけどどうしましょう、野坂さん。嘘です、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 志保、高見直人、小野坂。いややっぱり小野坂さんのってめっちゃええわ、ほんま。もう最初のところからもう最高やね。どうや使われへんやろ。まさや、以上でお送りしました。もっとときめきメモリアル第10話3学期第2回ラブ恋の始め方。ここは SVOC だからこれが目的語だろう。うん、でもここの関係代名詞はこっちにかかるんじゃない。あ、そうか、ナオト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 、うるさいぞ、よしお。ちょっと来てくれな。あ、ユミが、ユミが、ユミちゃんがどうしたんだよ。俺、高見直人、17歳、私立きらめき高校の3年生。3学期も始まり、受験に向けていよいよラストスパートだ。けど試験も目前に迫ったある日、吉尾が血相を変えて飛び込んできた。一体何があったって言うんだ。ラブレター。そうなんだよ、昨日書いてんのこっそり見ちゃったんだ。いいじゃないか別に。なんで。由美ちゃんだって高校2年生だぞ。好きな人にラブレターぐらい出すよ。そうよ、だってユミだぞ。あんな子供っぽいやつが出したって誰も。あ、お前もしかしてユミちゃんが失礼すんのが心配なんだろう。つぶし、そんなわけないだろう。俺は相手の男がかわいそうだな。はい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 、付き合ってやるからユミちゃんのところに行こうな。しおりもいいよね。うん、早乙女くんって妹思いなのね。いや、だから違うって。これは、わーったわーった、行くぞ。やっぱラブレターといえば校舎裏が定番だよな。あ、来たみたい。ユミ、ユミ、なあ、よしお、待て。お兄ちゃん、どうしてここへ。いいから帰るぞ。やだもん、ユミは恋することに決めたんだもん。恋だ、無理に決まってるだろう。誰に出したんだ。そんなことお兄ちゃんに言う必要ないもん。よしお、ちょっと待てよ。早乙女由美な、け、生活指導の三浦じゃん。由美、お前まさか親島にや。違うよ、3年生の下駄箱にこんなもの入れたのお前か。あ、私のラブレター。まったくこういういかがわしいことがないかと見回ってみれば、3年生が今どういう時期にあるのか分かっているのか。うん、後で職員室に来い。そんな、ユミちゃん、ずいぶんと絞られてるみたいだな、ユミちゃん。職員室に入ってから1時間、三浦のやつねちっこ攻めするからな。あら、あなたたち。あ、牧口先生。どうしたの。いや、
三千を一目見たいななんて思ったりなんか知ったりしてちょんちょんなんて。お前はミスターブーか。今の子知らないってそんなもん。相変わらず面白いのね。先生はこれからお仕事ですか？授業のレポートまとめようかなって。クラス委員の意見も聞かせてね。私でよければいつでもいいです。それから藤崎さんと高見くんってどうなの？え、それはさすが経験豊富、見る目が違うね。不純異性交友は禁止。だけど二人ならプラスのことの方が多そうね。そうかな、うん、そう見えるわ。辛い時期だけどお互いに受験に恋に頑張ってね。はい。なんか先生じゃないみたい。こんにちは。はじめましてじゃなくてお久しぶり。もうちょっと変か。あなたが吉尾くんの妹の由美さんね。そうです。お兄ちゃんから先生のことは聞いてます。どうぞよろしく。こちらこそよろしくね。由美ちゃん、それより処分とか大丈夫だった？うん、三浦先生に怒られただけ。あー、ラブレターの子って由美さんだったのね。もうそんなに広まってるんですか？うんうん、さっき意見を聞かせてくれって読まされたの。ひどいですよね。いくらなんでも人のラブレターを勝手に取るなんて。恋愛は禁止って言ってもみんなしてるのに。牧口先生なら分かってくれますよね。うん、でも無理に恋愛する必要はないわ。え？高校生じゃまだ早いと思うわよ。でもお兄ちゃんが、先生は高校生の頃男の人と。ごめんなさい、今日の授業まとめなくちゃいけないから。なんで？意外だな。そういうことには理解のある人に見えたけど。甘い、あれは相手がユミだからああ言ったんだよ。そうなのかな。だって牧口先生はユミちゃんと話したの初めてなのよ。見ればわかるよ、こいつに恋愛は無理だって。そんなことないもん。ユミだって恋愛して牧口先生みたいな大人になってみせるんだから。うんだ。あ、ユミちゃん。はっ、頑固女が。ほっとけ。伝説の木、変わってないな。あれは、もうお兄ちゃんのバカ。よかった、立ってたのが木の陰で。どうやら気づいてないみたい。伝説の木か。ユミも卒業の時はこの下で。さ、お、ど、め。あ、ヒロシ君。どうしたんだよ、こんなところで。別に。何か悩み事か？ねえ、ヒロシ君は卒業の時伝説の木で告白されたいなんて思わない？え、そりゃ少しは。じゃあなんで恋をしないの？なんだ、恋の病か。相手は誰だよ。相手？わかんない。ユミ、誰のことだって好きになれるから。そういうもんか。そうだ、ねえ、ユミと付き合ってみない？え、見ないっていいのか？ユミちゃん。あ、ナオトさんたちだ。ちょうどよかった。私今度このヒロシ君と付き合うことにしました。え、強引すぎるぞ。おい、俺はまだ何も。嫌なの？それはその断れ。断らねえとてめえ分かってんだろな。下級生を脅してどうすんだよ。お兄ちゃん、これでユミも恋愛できることが分かったでしょうだ。あのな、お前のは恋愛とは言わねえんだ。そうね。あ、牧口先生。ごめんなさい、こっそり聞いちゃって。でも由美さんみたいに彼氏を作りたいとか恋愛をしたいってそれだけの気持ちで恋なんか絶対しちゃダメだと思う。そんな恋愛だったら先生として私がダメだって言うわ。え、なんで牧口先生がそんなこと言うんですか？由美ちゃん、先生だって高校の時彼氏がいたって言うじゃないですか。その頃は仲のいいカップルって評判だったってお兄ちゃんに聞きました。そうね。そんな人がなんでユミに恋愛するなって言えるの？そうね。自分ばかり恋をして自分ばかり大人になって。ユミちゃん、楽しい思いいっぱいしてずるいよ。え、私のこと何も知らないくせに勝手なこと言わないで。先生、だってユミだけ恋愛できなくてユミだけ子供のままだなんて嫌だもん。ユミ
ちゃん。行こう、ひろしくん。ああ。ユミ。あ、待って。ユミさん。牧口先生の瞳はとても寂しそうだった。ユミちゃんは決して振り返ろうとしなかった。俺たちはそんな二人に何も言うことができず立ち尽くしていた。シリーズ構成赤堀悟事務所、脚本花田十喜。今日のお題は三重県四日市市のペンネーム李朝 SA さんからいただきました。ありがとうございます。はい、今まで誰に似ていると言われたことがありますか？似てるで。出演、藤崎しおり、金月。よく言われるのはね、楊貴妃とかクレオパトラとか。ふざけんな。本当はプテラノドン。プテラノドン。マミ、え、びっくりした。クリンちゃんだよね。クリンちゃんです。そうですよね。はい、長くお待たせいたしました、早乙女由美よしき。顔はビビアン・リーとか。ふざけんな。動きは小動物系とよく言われます。クリン、種目。牧口美奈、伊藤、私の父ミキ。似てる。知ってるのかな。早乙女由美、上田。サル。よし、ユージ。サル。うるさいな。君だ。はい。広志、星、熊かな。総一郎でした。熊？熊。いや、そんな歌じゃない。よろしいでしょうか。はい、三浦先生、仁。僕は中井貴一とか、あと篠田三郎団長。ふざけるな。いや、マジで。仁。似てるのか。高見直と小野坂、あのポップコーンの兄マサヤ。以上でお送りしました。似てる。兄の方に。もっとときめきメモリアル第10話3学期第3回がっかり、これが恋の味。時計 OK、 筆箱、中身は鉛筆5本、消しゴム2個のみ。受験票はカバンの外ポケット。あと必要なものは頑張って。よっしゃ、行くぞ。ナオトさん。いや、ユミちゃん。こんにちは。ユミちゃん、今の見てたの？うん、仲がいいな。もう私たちも負けないようにしなくちゃね、ヒロシ君。ああ。なんかそういう問題じゃないような気がするけど。俺、高見ナオト、17歳、私立きらめき高校の3年生。1月に入り、いよいよ受験がスタートした。これからはしおりにふさわしい男になるため、合格を目指すだけって行きたいんだけど、後輩の早乙女由美ちゃんの恋愛のこともあって。早乙女、屋上は寒いって。二人きりになれるのがここしかないんだから、しょうがないじゃない。あと、私のことは由美って呼ぶって約束したでしょ。そうだっけ。アクション。もうムードがないんだから。なこと言ったって。ねえ、今日数学のテストじゃない？さっき言っただろ。だから休み時間は教科書見ておきたいって。時計？あ？時計はあるの？ああ、時間か。あと5分でチャイムだ。違うの。じゃあ筆箱は？持ってきてるぜ。なんだ、忘れたのか？違うってば。もう、あと忘れてるのは。あ？頑張。あ、クシュッ。ああ。人の顔に唾飛ばすな。ごめん。もう時間だ、行こうぜ。うん。はあ、なんか違うな。失敗しちゃったな。自分ばかり恋をして、自分ばかり大人になって。
先生失格かな。あれは、こんにちは。直人くんたちのクラスの牧口先生ですよね。あなた確か直人くんたちと一緒にいた。清川のぞみです、よろしく。いつもこの木の下にいますね。見てたの？ロードワークで毎日通るから。何かあったんですか？ちょっと失敗しちゃってね。うーん、先生が感情で物を言っちゃいけないよね。どうかな、そういうことを生徒に聞く先生ってあまりいないから。そっか、先生らしくないわね。ねえ、先生はなんで先生になろうとしてるの？そうね、もう一度あの頃をやり直したいからかな。やり直す？うん、ここに忘れ物してるから。英語終わりっと。ナオト君どうだった？まあまあかな。二人でやった問題出たよね。うん、やっといてよかった。サオトメ君は？ダメダメ、もう帰っちゃおっかな。出番が遅いとお嘆きの諸君、お待たせした。庶民の憧れ、僕がきらめき高校にその人ありと言われた伊集院レイだ。あいつ物語を無視して勝手に自分の見せ場作ってんぞ。おい、そこの庶民。しおり、よしお、とりあえず教室から出よう。そうね。こんな日にあいつに付き合ってるわけにはいかないぜ。君だ、高見直人くん。いい、なんだよ伊集院。伊集院ファンクラブレイアウト会員ナンバー102の君に受付という仕事を与えてやる。さあ諸君、ファンクラブの入会は彼のところに。入会費は3000円です。特典のポスターはこっちね。はい、押さないで押さないで押さないでくださいって誰がやるか。これよりお前今の試験できたのか。ふん、愚かな。この池袋西口で手に入れた英会話教材235本セットを全て聞いた僕が英語の試験などできぬはずがなかろう。伊集院、そのセット一体いくらだった？君に教える必要はないが、まあいいだろう。ウィッキー&ユープレミアムセットでほんの250万だ。売ったやつの笑顔が浮かぶぜ。じゃあ問8の英訳の答えはなんて書いた？決まってるだろう。ジョンはショック死のあまりフーヤンに皇帝歩合を月中ですのでしただ。あ、そうか、惜しかったな。サオトメ君全然違う。さようなら伊集院君、君とは別々の大学だね。あーし、だから放課後に外は寒いって。二人で伝説の木に来たかったんだもん。どうして？そりゃさ、あのさ、付き合ってるからよ。お前が勝手にそう決めてるだけだろ。だってひろし君も恋がしたいって言ってたじゃない。ああ、でも俺はお前と違って誰でもいいわけじゃないんだ。そっか、私じゃダメなのね。違う、早乙女でいいんだ。え？俺ずっと早乙女のこと好きだったんだぜ。え？じゃあよかったじゃない。本当にか？本当に俺と付き合っていいのか？いいよ。手つないだり肩組んだりキスしたりしてもいいのか？当たり前じゃない。じゃあこっち来いよ。ひろしくん、いや。ほら、やっぱり嫌なんじゃないか。お前が言ってることって相手のことが好きでこの人とならしてもいいって思うからできることなんだよ。無理にしようとしてもダメなんだ。ごめん。俺、早乙女はもっと恋愛について考えてると思ってた。じゃあな。あ、ひろしくん。清川先輩だ。先輩！お、今度はゆみちゃんか。今度？いや、こっちの話。それより今の男の子いいのか？辛そうだったぜ。いいんです、また違う人探しますから。違う人？こっちの話です。そっか。あの清川先輩、ん？恋ってしたことありますか？よくわからないな、ずっと水泳ばかりしてたから。じゃあしたことないんだ。でも私は
水泳に恋してるってよく言われるんだ。いつも筋トレして毎日何百メートルも泳いで、大学にも行かずに実業団に入ってまで水泳を続けようとするなんて、恋してなきゃできないってね。それを聞いた時にね、私は思ったんだ。恋って他人から見るとバカバカしくて辛いだけのものなのかもしれないって。そんな、だってそうじゃないか。もし私が水泳以外のために毎日走らされたら、辛くて我慢できないと思う。水泳が好きで好きで恋しているからやっとできるんだよ。そっか。だから私にとって恋は楽しくて辛いもの。でも実はみんなそうなんじゃないかって最近思ったんだ。そんなことないですよ。男の人と恋している人は仲良くしてどこに行くにも一緒で、楽しく遊んだり好きだって言ったり。それだけじゃないだろ。え？相手のことを本気で好きなら、相手のことを考えて、時には辛いことを言ったり喧嘩をしてでも何かをしてあげようと思うんじゃないかな。その気持ちは私が水泳のために我慢して辛いことをするのと同じような気がするんだ。そっか。直人くんの考えてることが分かるような気がする。相手のことが好きで、この人とならしてもいいって思うからできるんだろう。なんか少し分かったような気がします。じゃあ牧口先生のところに行きなよ。さっき聞いたよ、いろいろあったんだって。え？それが分かったのならきっと誤解が解けるから。それは嫌です。由美ちゃん、だって先生は自分のこと棚にあげて由美にあんなこと。それはだから。ありがとうございました。カバン忘れたんで取ってきます。じゃあ。おい由美ちゃん。先生だけは許せない。私のこと何も知らないくせに勝手なこと言わないで。え、先生。由美さん。シリーズ構成赤堀悟さん事務所、脚本花田十喜。今日のお題はですね、千葉県のペンネーム落ちてきた星ミカエルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、自分の弱いところを教えてちょ。出演藤崎しおり、金月、おつむまみ。弱い。早乙女由美、よしき。あの片栗粉のキュッキュッっていうのが弱いです。クリン。牧口美奈、伊藤、数字、ミキ。早乙女由美、上田、第三環境、ユージ。面白い。ヤマトの弱いと。清川のぞみ、佐々木。あそこ、あそこ、あそこ。伊集院レイ、角田。頭と体と心、なるみ。大変だね。ひろし、星、よく記憶が飛ぶところかな。総一郎です。高見直人、小野坂。小野坂さん、ここ弱いんですね。なんで俺見て笑ってんねん。みたいな。まさや、以上でお送りしました。はい。月とか綺麗とか。ステレオドラマもっとときめきメモリアル第10話3学期第4回いつかの冬の夕暮れ。先生、なんで由美の席に？ここ、由美さんの席だったの？勝手に座らないでください。あ、由美。あ、ひろしくん。なんでこんなところに？ごめんなさい、由美さんと二人にしてくれない？え？あ、はい。あ、ひろしくん。ちょうどよかった。話したいことがあるの。私はないです。そう、じゃあ勝手に話すわね。え、先生。問題さんは？うだったかな。そうだよね、俺もうだ。よしおは？聞くな、あったく。あ、先輩たち。君は、由美ちゃんの。あれ、一緒じゃないの？いえ。お前、何か隠しているな。別に。いえ、
言わないと。ああ必殺八の字固めだ。だから今の子知らないって。ああ分かった言います言いますから。よし、お前目下の者にはめっぽう強いのな。ああそれが俺の生き様よ。ポーズを決めるな。ねえこの席からだと夕日がビルの間にちょうど入っていくのが見えるの知ってた？うん綺麗よね。うん昔と全然変わってないんだな。ねえ先生話って何ですか？さっきから。昔ねあなたと同じような生徒がここに座ってたの。その子もやっぱりちょっと子供っぽくて早く恋をすれば大人になれると思って男の子と付き合うことにしたの。先生二人はいつも一緒にいて喧嘩なんかしたこともなかった。学校ではベストカップルなんてもてはやされてねとってもいい気になってたの。女の子はその間ずっとこれが恋なんだって信じて幸せだったけど。けどどうしたんですか？卒業式の日二人は一緒にならなかった。ずっと伝説の木の下で待っていた女の子の前に男の子は最後まで現れなかったの。ひどい。女の子も最初はそう思ったわ。一度も喧嘩もせずにずっと二人で仲良くしてきたのになんでってその時はすごく思ったけどね。卒業して大人になった頃女の子はふとあることに気づくの。何ですか？自分が相手の男の子を本当に好きじゃなかったってこと。え？自分が求めていたのは恋をして早く大人になること。それだけで男の子のことは全然考えてなかった。だから男の子が何をしても怒る気にならなかったし喧嘩にもならなかったんだって気づいたの。そんな。そのことに気づいたらね自分の高校時代がとっても無意味なものに思えてならないの。自分はただいい気になってただけで男の子にとっても悪いことしたんじゃないかってすごく思った。だから女の子にはもうそんな思いはさせたくないって先生になろうと。それであの時カッとなってあんなことしてしまってごめんなさい。でもどうしても由美さんに自分と同じことにはなってほしくなかった。先生だってそれは自分に忘れ物をしてしまうことだから。由美の方こそ先生のこと何も知らないのにあんなこと言ってごめんなさい。由美さんよかった。牧口先生待ってください。由美も早まるな。お兄ちゃんに直人さんどうしたの？あれどうなってんの？それはこっちのセリフよ。いや由美と先生が二人きりで決闘してるって言うから。決闘？そんなわけないでしょ。誰がそんなこと。あーなるほど。おいお前。あはい。ちょっと辛かせや。ごめんなさい。よしよもういい加減にしろよ。直人さん藤崎先輩。ん？何？由美ちゃん迷惑かけてごめんなさいでした。先生と仲直りできました。試験前だったのに反省してます。ああいや丸く収まったんだからいいよね。しおりそうね仲直りできてよかったじゃない。うんそれにひろしくん。え？ごめんね変なことに付き合わせちゃって。ごめんねか。ちょっとは期待してたんだけどな。あーにてめえがカッコつけてんだよ。助けてー。待ちやがれ。ほんとしょうがねえな、よしおのやつ。でも、早乙女くんも嬉しいんじゃないかな、きっと。由美ちゃんが分かってくれたことが。うん！おはようおはようおはよう。なおと、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 なおと！朝からやかましいぞ、よしお。プレゼントは大丈夫だろうな。おお、バッチしたぜ。よし！早乙女先輩！あ、なんだ？あれ？誰もいない。お前じゃないよ、ほら、あっち。え？あら、何？僕、1年 B 組の竹沢って言います。これ、受け取ってください。ラブレター？一応。じゃあ、受け取れないよ。そんな。ごめんね、
でも本当に好きな人ができるまで男の人とは付き合わないって決めたんだ。じゃあとりあえずデートをしてみるっていうのは？ダメよそういうの。ちゃんとした恋を探さなくちゃ。へえ、ユミちゃんも言うようになったもんだ。うん、なんだかんだ言って先輩になったんだな。ユミちゃんだって成長するのよ。あ、しおり、行きましょう。約束の時間に間に合わなくなっちゃうわよ。間に合った。もうお兄ちゃんがもたもたするから。お前も転んだだろ。もう来ないかと思って行っちゃうところだったんだから。で、用事って？牧口先生、もう今日からは先生じゃなくてまた学生。ミナでいいわ。じゃあミナ。なれなれしいぞ。冗談だよ。牧口先生にまだ何もお礼してなかったからさ。私たち4人からこれ。あー、かわいいマフラー、ありがとう。本当にお世話になりました。ううん、お世話になったのは私の方。みんなありがとう。それから直人君たちは受験頑張ってね。先生も先生になれるように頑張ってください。ええ。ねえ、最後に聞いていい？何ですか？私、みんなの先生としてちゃんと。やばい、チャイムだ。牧口先生、早く。やっぱりいい。ほら、早く授業に行って。え、でもいいから、私もタクシー待たせてあるしね。わかりました。じゃあまた連絡くださいね。うん、必ずするから。じゃあね。行っちゃったな。ああ。がっかりしてると置いていきますよ。あ、やばい、急げよしよう。おう。結局聞けなかったな。こんにちは、ハートフルカフェゆりねの時間が来たよ。今日はとってもいいハガキが来てるから、それから読むね。こんにちは、ゆりね。この前、私の学校に教育実習の先生が来たんです。今日はその人にここで手紙を書かせてもらいます。こんにちは、先生。いや、きっとこれが読まれてる頃にはさよならかな。とにかく2週間の間実習ご苦労様でした。いろいろ大変なこともあったでしょうけど、その分充実していたと思います。かっこ偉そうに、原因はお前だっつーの。かっこ閉じ。私は最初先生にとっても憧れてました。クラスでも一番子供っぽい私からすると、大人の魅力を持った先生は私の目標、目指せ東大みたいなものだったんです。え、だから私は先生みたいになろうって思いました。でも急になれるはずなんてありません。それに気づかなかった私は先生を傷つけることを言って苦しませてしまいました。ごめんなさい。大人の人っていっぱいいろんなことがあって、その中には楽しいことだけじゃなく苦しいこともいっぱいあるんだって気づきました。いっぱいあるから大人なんだって知りました。私にはまだいっぱいはありません。だから少しずつ貯めたいと思います。楽しいことだけじゃなく苦しいこともいっぱいにしようと思います。そしてやっぱり先生みたいな大人になりたいと思っています。だって私にとって最高の先生なんですから。ありがとう。いつか大人になった私を見に来てください。ペンネーム、忘れ物はしない子ちゃんからだったんですけど。忘れ物はしない子か。ユミちゃん、ありがとう。こうしてユミちゃんの恋愛騒動は一件落着し、牧口先生も無事実習を終えた。でもほっとする間もなく次の受験が待っている。気づいてみたら俺たちも卒業まであと2ヶ月余り。そしてしおりの告白も。さあ、これからが正念場だ。シリーズ構成、赤堀悟ちゃん事務所、脚本花田十喜。今日のお題はですね、東京都大田区のペンネームドンパチさんからいただきました。ありがとうございました。はい、というわけで、 Thank you.
皆さんが今一番大切にしているものを教えてください。出演藤崎しおり、金月、盗まれてしまった車返せマミ、お父さんお母さんごめんなさい今まで黙ってました。早乙女由美、よしき、そんな大切なものはこんなところじゃ言えないな、クリン。なんだかなこの子は。牧口美奈、伊藤、熱いハート、ミキ。早乙女よしお、上田、ありすぎてない、ユージ。なんじゃそれ。先よい。はい、 DJ 長沢、このラジオドラマの台本、ゆりか。おー、えらい。ひろし、ほし、友達、そういちろ。何人で男子生徒、石川、何にもないんでなんかください、ひろあき。高見直と小野坂、少年の頃の清い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 、なぜ尻を振る心、まさや、踊るな。以上でお送りしました。踊ってみたね。
おしゃべりピアス早乙女由美編、お弁当に挑戦。ああ朝早いけど、これでしょ。こうやって飾り付けをして、由美にだってお弁当作れるもん。おいしいんだもん。ああ、お兄ちゃんおはよう。あ、おはよう。由美何してんだ。見ればわかるでしょ、お弁当作ってんの。あ、お弁当ね。なに、お弁当。うん、そう。うん、そうって お前料理なんかできたっけ。ほら見て見て、おいしそうでしょ。ほう、なかなかうまそうじゃん。どれ、兄ちゃんが一つ毒味を。ダメ。いっていいじゃねえか、少しぐらい。ダメだもん、お兄ちゃんに作ったんじゃないもん。ちょっと二人とも、朝っぱらから何想像し。あ、母さん。お兄ちゃんたら、由美がせっかく作ったお弁当を食べようとするんだよ。いいじゃねえか、こんなにあんのに。全部食べてもらうんだもん。食べてもらうって由美、まさかお前。もうせっかく由美が頑張ってるんだから、よしおはお兄ちゃんとして温かく見守ってあげたら。それにしても由美どうしたの、今まで一度も料理なんてしようとしなかったのに。これからは由美お料理上手になるんだもん。まあすごいファイトね。そういうことならお母さんも応援するわ。はいはい、お兄ちゃんはいつも悪者ですよっと立ち去ると見せかけて卵焼きいただき。お兄ちゃん、ユミ、お前砂糖と塩。もう怒った、必殺サソリ固め。待てユミ、お前砂糖と塩。膝十字固め。あらあらあら、二人とも朝から兄弟喧嘩。ほどほどにしときなさいよ。母さん、そう出たくてユミは砂糖と塩。アキレス腱固め。ギブアップ、ギブアップ。ごちそうさま。じゃあ、ユミ先に学校行くよ。はあ、兄ちゃんも後から行く。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。お弁当作るなんて、ユミも可愛いとこあるじゃない。ねえ、ヨシオ。母さん。何？どうしたの？台所の砂糖と塩、名前書いといた方がいいよ。え？まさか、ユミの作ったお弁当。あのお弁当。二回作らせたら、ユミのやつ必ず失恋しちゃうから。あの子、味見ぐらい知ってるわよ。ねえ。ねえ。眠いんだからねえ、起きてよ。朝だよ、起きよ。早く起きないと遅刻するよ。ユミだけ起きてるなんてずるいぞ。よし、そんなに眠いんならずっと寝てろ。これだけやっても起きないなんて、それはそれですごいぞ。せっかく電話してもらったのに悪いんですけど、今この家の人は留守にしてるんだ。ご用件は私が伝えておきますので、発信音が鳴ったらメッセージをどうぞ。もしもし、せっかく電話してもらったのに悪いんだけど、今この家の人は留守にしてるんだ。ご用件は私、早乙女由美が伝えておきますので、発信音が鳴ったらメッセージをどうぞ。早乙女由美、おはようございます。今日も一日頑張ってね。こんにちは。
事？頑張ってね。こんにちは。これからお勉強？頑張ってね。こんばんは。もう一頑張りだね。おやすみなさい。また明日会おうね。あー、ダメダメ。もう、そういう操作はできないの。次に行くよ。じゃあ始めるよ。本当にいいの？結構いいね。ユミ、絶対負けないんだから。ユミ、すっごく頑張っちゃうんだ。さて、私は誰でしょう。よろしくね、先輩。本当？絶対約束だよ。ユミにご用ですか？わーい、嬉しいな。ありがとうございます。ガキで悪かったですよーだ。終わったよ。それじゃあね、バイバイ。ひらーめき高校登場。やめろやめろ、この坂やめろ。やめろ、声が出ない。はい、またまたやってみました。どうしようまで。よしやってろ。はい、またまたやってみましたね。きらめき高校図書箱のコーナーです。皆さん元気にしていますか？僕もとっても元気ですよ。さあ、今日のゲストは誰でしょう？その前に自己紹介を。今回の司会も早乙女芳恵こと上田裕二です。間違うな。せっかく流したのに。それでは早速行ってみましょう。今回のゲストはひもゆいなこと中智子です。あっさりしてますね。あっさりしてますね。はい、では早速質問いってみましょう。今回誰も喋らせてくれない。岡山県誰も喋る。岡山県はペンネームエル特急ヤクモ号かっこエル特急ヤクモ号さんからの質問。ズバリ、きらめき高校はどこにあるの？どこ？それでは中智子さん、どうぞ。このスタジオじゃないですか？あ、それでは上田裕二君どうぞ。ゲストはあなたなんだから。俺が振ってるんだから。ですね、後ろ振りました。どこ見てんねん。どこ、あ、いや、いや、みんな手を挙げてるだけですけど。あ、一応ですね、模範解答としましては、はあなたの心の中にあるわっていうことらしい。何のかそんな。だって知らないんだもん。いいの、そんなこ と、それではその代わりといってはなんですが、中さん自身が通ってらした高校はどこにあったんですかって言っちゃうと、熱心なとんでもないやつらが調べてってとんでもないことになってしまいますんで、中さんの高校時代は、どう、あ、そうですね、どうしようかな。何だ、違うじゃないんだよ。真面目にやろうと思ったのに。どんな思いを抱いて高校を卒業して、いや、そうじゃない、そうじゃない、高校、これや、これやばい。もう大丈夫かしら。どういう期待を抱いて、高校に、進学されましたか？え、それは何だかよ。ちょっと待って、じゃあ、ちょっと待って、じゃあ、私は中学を卒業した時の気持ちを言えばいいわけ？そうですね。そう。なんか好きにしてください。わかりました。じゃあ、とりあえずその時は、やっぱり素敵な学生生活というと、うん、素敵なボーイフレンドがいるっていうことだから、何でも何でもいいだから、素敵な人に出会えたらいいなって。人間の三大欲求の一つ。うるさいわね、聞きなさいよ人の話って思って行きましたけど、はあ、結局は、うん、男の子はあんまりいい子がいなくって、うん、女の子はいない。いっぱいいい子がいる。いや片っ端から知ってないよ。違う違う、そうじゃなくて、なんだかわかんないけど、学校行事に参加をして、文化祭の実行委員会とかで委員長やったりなんかして、いい子だ。それでその学校で初めてのキャンプファイヤーを実行しました。はい、ありがとうございました。きらめき高校登場箱でした。